あ、おさえなじゃす。いっときょーす。ここ最近、ランクワの調子めちゃくちゃ悪いんだけど。12時間ぐらいポケモンやってるのに、まったく順位が上がらん。みんななんか強くなってない？てか逆か。冠の雪原が解禁されてから、まあ、どっていろんな人がね、ポケモンやってみようかな、みたいな感じで、ぼっていろんな人が入ってきたけど、もう、出てから約2ヶ月ぐらい経過したから、いわゆるにわかがね、いなくなって、雑魚狩りができなくなったんですよ。俺、ひそかだったんよね。気づいてしもた。今まで雑魚狩りをしてただけだってことに。で、池上さんよろしくお願いします。まあ、今日使っていきたいのズガドーンなんだけど、まあ、ハピが来なかったら割と通りそう。ズガドーン今回こだわりスカーフで持ってるんで、まあ、相手のドラパルトの上も取れるんですよね。で、相手のパーティー、メタモンがこだわりスカーフ絶対持ってるんで、まあ、ドラパルトもこだわりスカーフ持ってる個体結構いるんだけど、ま、さすがにメタモンに渡してると思うから、ズガードーンハピさえいなかったら通せそうなんで、ズガ投げて、ミミッキの通りも良さそうだから崩せるように研磨ミミッキを最悪 TOD 仕掛けれる、残飯ナットレ、これでいきます。いつも、ポケモン対戦動画撮るとき、それなりに相手が強い方がいいかなと思って、まあ、いつもそこそこの順位でやってたんだけど、いよいよ、化けの皮が剥がれてきた。よろしくお願いします。あ、最近の YouTube の話していいですか？ YouTube って、おすすめ動画みたいなの出るじゃん。自分がよく視聴する動画のジャンルに合わせた、まあ、おすすめの動画みたいなのを YouTube の AI か自動で判断して、ババってトップン出してくれるみたいな。ちょ、言いたいことなんとなくわかるでしょ。でドラパー VS ズガドンは出しかしなんだけど、相手のパーティー気合のタスキ持ってる可能性があるのがドラパルトぐらいしかいないから、ワンチャンタスキで耐えられてドラゴンアローでぶち抜かれる可能性ある。あと、ダイマしそうなのがドラパルトしかいないから、まあ、ワンチャン初手からダイマ切ってくる可能性あるけど、ズガドン気合のタスキの個体の可能性もあるから、まあ、ドラパにダイマ切って、ダイマターン2ターン消費するのはどうなんだろうっていう、これ迷いだと思うね。ハピいたらなんか即決でハピ下げでもいいから、いい気がするから、まあ、いないのかな。てか、ズガドーンの最後の技は鬼火で使ってるんだけど、まあ、ここトリックでもいいかもしれないですね。まあ、一応なんか、ズガドーンって炎技とゴースト技さえあれば、まあ、ウェポンってか技範囲は、足りてるんで、まあ、ラス1はダイオールの媒体となる鬼火か、まあ、トリックがいいかなと思って、まあ、今回鬼火で使ってるんだけど、まあ、とりあえずシャドーボール上から通る、オッケーオッケー、タスキじゃない。いや、スカーフとね、ウルトラビーストの相性っていいんだよね。抜き性能が一気に上がるんで、ウルトラビーストは相手のポケモンを倒すと専用特性ビーストブーストで、まあ、自身の能力を上げつつ全抜き体制を整えれるんで、まあ、自分自身の素早さを上げて抜き性能を上げれるこだわりスカーフと相性はいいと。奇数出てきたけど、まあ、ダイマしてくるやろうな。まあ、引いたところでなんで、まあ、ダイマックス切られてダイジェット撃たれたとしてもミミックで返せるんで、てか、投撃室久しぶりに見たな。こいつも対戦環境から消えてしまった。ポケモンの一匹だと思ってたんだけど、久々にマッチングしたわ。で、シャドーボール、ダイワックスしてこない、電磁波型とかか。まあ、トエキス特防高いんで。え、買った！え？硬くね？アクビー。特攻1段階上がってるんですけど、こっちのズガドーン。ズガドーンのなんか体、噛み切るとこ、床屋とかにある、ぐるぐるぐるって回るやつっぽい見た目してるわ。とりあえずシャドーボレンダで、これ、ズガドン眠ってもいいですね。裏のミミッキで、化けの皮あるんで、何が出てきても返せるから、トエキス引っ込めた、あ、メタモンか、メタモン死んだ。これ A ボタンポチポチしてるだけで勝てるんだけど、なんでここメタモン出してきたんだ。あ、こっちの交代に合わせたってことか。こっちの交代に合わせて、メタモン投げてきたみたいな感じ。で、シャドーボで相手のズガドン倒して、まあ、相手トエキスがいて、ズガドンが眠っちゃうんだけど、まあ、悪巧みとか、トエキス持ってる個体多いけど、まあ、ミミッキの化けの皮で全部返せるんで、安心と信頼のミミッキュ。で、寝る。相手の積みポケに対するストッパーとしての性能が異常すぎる。あ、てか、YouTube の、あ、YouTube の、YouTube の、おすすめ動画がちょっと汚染されてて、俺だけなのかわかんないけど、俺の YouTube のおすすめ動画さ、なんか最近あるじゃん。動画の流行りのランキングみたいなやつ。わかる？なんか適当な画像引っ張ってきて、黒背景に白文字で、なんか、その、右から左かなに流れていく、ランキング動画。ちょ、見たことあるやつなら、言いたいこと伝わると思うんだけど。いや、あのランキングの動画シリーズがめちゃくちゃあって。しかも、ジャンル問わないんだよね。なんでもある。なんかゲーム系もあるし、なんか漫画のなんか強さランキングみたいなのもあるし、なんかね、エロ系もめっちゃ流れてきますね。うん。
引退した AV 女優ランキングみたいな。わけわからん。あれがなんか最近の YouTube のトレンドっぽいです。1個見ちゃうとあの動画、そのジャンル問わずどれか1個でも見ると全部のジャンルのランキング動画がバーンって押し寄せてくるんで気をつけた方がいいです。で、ズガードーン落ちて、で相手の吐息数悪だけ見積んで、ダイジェットも1回積んでるけど、まあさっき言ったみたいに爪、いやてかこうナットレーからでいいか、1回ナットから入って、まあ、ダイバー持ってる可能性あるけど、まあ、ダイマターン一旦消費させて、ラス1ミムッキで詰めるみたいな。あ、ダイバーないのか。ダイジェット、アケビ、ワレダクミ、耐えたし。まあ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 。相手の吐息室なんかめっちゃ耐久に振ってそうだったもんな。でもこれはさすがに勝ち。ジャイロボールで吐息室倒せないけど、まあ、倒せましたね。はい、どうですか、ズガドーンの性能。まあ、相手がハピ出してきてたら終わってたけど、たまたまハピがいなかったから、A ボタンポチポチするだけでいけた。まあ、ゴーストアザって相手のパーティーにノーマルタイプが採用されてない限りはめちゃくちゃ通りやすいんで、まあ、さっきみたいにイージーウィンは連発できると思います。はい、引き続き対戦していこうと思います、田純一。これは、なんだろうな、ラグラージのステロからの、なんか、リュウマイ海流とか、ダイジェットサンダーで抜いてくるパーティーみたいな感じに見えるけど、まあ、それか、まあ、サンダーとか、海流が初手チンパンダイマして、タスキウラオスとミミックで詰めてくるみたいな。まあ、詰みと対面の二軸があって、まあ、ナットレイがなんか、まあ、軽い受け年入ってるみたいな感じかな。ラグラージがね、重いんだよね。まあ、ナットレイ入ってるんだけど、ナットレイ草技採用しないせいで、ラグラージに有利とも言い難くて、ラグに絶対仕事されるんで、まあ、ラグラージに、まあ、ステルスロッカー巻かれるんだけど、アクビーまでは巻かれないっていう選出をしたいんで、まあ、初手カメックスで、まあ、カメックス弾持ってるから、弾、命の弾水技で、ラグラージは角に取れるから、まあ、ステロは巻かれたとしてもアクビーは巻かれないっていう展開作れるんで、カメックス。で、まあ、ナットうざいんで、ズガドンも投げといて、まあ、この2体だとサンダーにボコボコンされそうだから、ボルトにしたいんだけど、ボルトにした場合、ミミックに多分ボコボコンされるんだよね。ズガドンも鍵打ちで殺されるんで。ので、相手がボルトにちきってサンダー出してこない読みの、まあ、ナットレでいきます。いや、ちきれ、ボルトに。あとなんか YouTube の動画に、なんか最近なんか YouTube のシステム変わったのかわかんないけど、なんか、ショートムービーみたいな YouTube の項目が出てて、そこに、なんか TikTok の切り抜きの天才なのか、本人が上げてるのかわかんないけど、めちゃくちゃ動画があるよ。いや、それはなんか YouTube に上がってる TikTok の切り抜きとは別に、なんかショートムービーっていうジャンルで、別枠で、なんか新しく作られた、は?相手のラギラジ初手ダイバーしてきたんだけど、ちょっと待って、これステロ型じゃないの?こいつ。パーティー的に絶対ステロ型だと思った。で、はめられたんだけど。ちゃう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 。いや、初手台増してくるんだったら、こっちの、ラグラジじゃない。カメックスも初手台増して、詰めに行く方が、まあ、良かったんだけど、まあ、言うてラグラジの攻撃は一発何でも耐えるよ。ドロポンしっかり当ててくれる。全然効かない。ダイアース一発耐えると思うけどな。ラグごときの火力のダイアースだったら。耐えるけど、耐えるけどって感じか。相手の特防が1段階上がるけど、カメックスが激流圏内入ってるから、いや、なんか、うざいな、これ、初手やった今なんか当たると、呪文を使ってたけど、こういう気持ちだったんだな。ドロポンしっかり当ててくれて、まあ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 、カメックス落ちたけど、相手のラグの大パターン、消耗させたって考えると、まあ、で、裏のポケモンで処理できるから、まあ、ズガドーン投げてって、さっき言ったみたいにナットレイ草技ないんで、ズガドーンから入って、で、ここで、コナリスカーフ持ちに補助技を入れるメリットはここで出てきますね。大オール入れとけば、相手のアグラージュの大マターンからしつつ、まあ、大マックスターン終わらせれば耐久が半減になるんで、一気に。まあ、おそらく、大マからした後の大フォローでラグ飛ばせるんで、なんとかなると思います。そのなんか、TikTok のショートムービーの切り抜きみたいなのがあってさ、ちょ、見ちゃうんだよね。なんか一応サムネみたいなのは見れるからさ、そういうの見ると普通に可愛い女の子がめちゃくちゃ映ってて、しかも10秒15秒ぐらいの動画だからさって見れるわけ、さって見ちゃうんだよね。時間食われるわけでもないし、欲望には勝てないんよ。大ウォール、 YouTube もなんかいろいろ変わってきてるなって感じましたね。で、相手のラグラジの大マターンからして、
てかまあラグラージにダイマ切ってくれたから、まあ、割と裏が何でもいけそうだけどな。ここは大ホローで落ちるよな。特防1段階上がってるとはいえ命の玉だったから、まあ、直帰とかだともしかすると怪しかったかもしれないけど、オッケーオッケーオッケー。でラグラージ倒して、でビームでさらに C アップで、このズガドン相手止めるにはマクーラオスか、化けの皮ルミミッキュがいれば止めれるからって感じでは、ある。海流はどうなんだろう。海流どうなん、まあ、マルチスケールあるとはいえ、まあ、ここは大ホロー連打でいいや。マルチスケールあるとはいえ、ビーストブーストで特攻が1段階上がった、特攻種族値。あれ、ズガドンっていくつだっけ、あれ、ズガドンってこいつ特攻種族値いくつあるんだっけ、自分で使っててわからん。151とか、なんかそんぐらいだった気がするわ。あー、まあ、半分入る。竜舞じゃないかな、こ相手。こっちのズガドンのこだわりスカーフ分かってないから。あ、羽か。羽で大マターン枯らしてくるパターンね。でもこれマルチスケール復活しないから、シャドーボレンダで。え、これマルスケール復活してね、え、ちょっと待って、分からん。え、これ復活してるよな、マルスケ。いや、なんか HP ゲージ黄色になったんだけど、ポケモン、なんだろうな、ポケモンって HP、いや、これ復活してるから鬼火、やばい、もうぐちゃぐちゃになった。あ、やばい、やばい、やばい。マジでやばい。あー、これやばいなー。いや、そう、ポケモンって HP 奇数にする調整がよくあるんだけど、奇数にするとメリットがあって、羽休めとかの回復は、奇数にした場合、点5ってなるじゃん。例えば、130にした場合、羽休め HP 半分回復なんだけど、67.5 じゃん、半分。だけど、小数点は切り上げだから、68回復するから、まあ、多分その現象が起きて、マルチスケール、これおそらく復活してると思うんだけど、相手も竜舞から入ってきたしね。いや、この1の差でかくない？この1の差さ。とりあえず、鬼火打って、最近の海流ラムいないから、ダブルウィングさん。まあ、これは鬼火入れたから耐えるけど、相手のラス位置がわかんないんだよね。なんか、初手ダイマから入ってきてるから、まあ、タスキウーラオスか、ミミッキュじゃないかなと思ってるけど、ここはナットン下げます。海流が炎技あるかどうかわからんけど。竜舞羽休めダブルウィング。これ3つ技見れてて、あと1個が、鋼に打てる炎のパンチみたいな炎技か、まあ、大体は、その、範囲広げるための炎技か、火力取るためのドラゴン技かのどっちかなんだけど、まあ、炎パンあるかどうか見ておいた方がいいか。ナット削りすぎると相手のラス位置が、なんかミミッキとかだった時やばいんで、一回ズガドンに引きます。炎のパンチ飛んできたとしても、まあ、一発は耐えれると思うんで、火力引っ込めた。これ引っ込めてさ、でもこの対面は悪くない。相手の立ち回り的に、相手サンダー、熱風ある立ち回りしてるから、まあ別にズガードンとサンダーが合わせれたのは、まあ悪くなくて、これオーバーヒートで飛ぶかどうかだな。ゆっきゅっ！これは、これは運負けです。なんでかっていうと、鬼火も外したし、オーバーヒも外したんで、これは、これは、運負けです。相手、ボルチェンから入ってきたけど、サンダー熱風ないってことかな。え、だったらナットで詰めれるんだけど。ちょ、一回、モーエナ飲もう。なんか、モーエナ箱買いしてさ、冷蔵庫に詰めたら、えぐいことになったんだけど、まあ、ツイッターに写真軽くあげたんだけどね。あげたらなんか、心配の声が多数飛んできました。モーエナってなんか、1日に、30本ぐらい。よくある大きさの普通の、あれ何リットル入ってんのかな ?355ml か入ってる普通の大きさのやつあるじゃん。あれなんか1日30本以上飲むと致死量に達して、命の危険性があるらしい。ので、さすがに30本は飲まないように。まあ、1日1本に抑えてね。タバコ。タバコも、1日1本みたいなのあるじゃん。俺吸ってないけどね。吸ってないけど、まあ、1日1本までだったらいいよみたいな。それと同じ感じで、モエナも1日1本に抑えてね、筋取りしていくわ。てか、サンダー熱風あったらもう負けなんだけど。いや、てかなー、あそこの、海流ズガドン対面、鬼火じゃなくてシャドボレンならよかったかな。いや、してたらもうちょっとイージー取れたからな。ちょっと
ちょっと選択がちょっと弱かったな。大勢ありがとうございました。ということで、まあ、今日ズガドン使っていきましたけど、まあ、結構強いんでよかったら使ってみてください。動画説明文にね、調整とか書いておくんで、まあ、調整も何もないけどね。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。